エターナルアルカディア第3話。せっかく手に入れた赤の結晶を奪われた上に、バルアに連行された俺たちはそれぞれ別の牢獄に閉じ込められることになった。クソ、こんな牢獄に閉じ込めやがって。おい出せ、俺をこっから出すんだ。うるさいぞ新入り、こっちは二日酔いで頭がガンガンしてるんだ。もうちょっと静かにできねえかい。ん？誰か先客がいるのか？声がした方を見て俺は驚いた。なんとそこにいたのは、あのギルダー船長じゃないか。あんたは、ギルダー？ギルダー船長！なんだなんだ、どっかで聞いた声だと思いや、バイス。おめえか。はあ、こいつは奇妙な場所で出会ったもんだ。なぜあんたがここに？ねえ、に、ちょいと調子に乗りすぎちまってな。アルマダが近くにいるとも知らず、バルアの商船を襲ったところを捕まっちまったのよ。それより、お前こそここで何をしている？ああ、話せば長い物語でね。結構結構、ちょうど暇を持て余していたところよ。時間はたっぷりある。ま、すまんな。